静岡県の条例についてはまあ承知しておりますが、この例外規定の適用について静岡県さんの方に確認しておりまして、それを踏まえて今後の対応を検討していきたいと考えているところでありますけれども、私どもといたしましてはこの計画を前提に考えているところです。リニア工事で出る土をめぐっては、16日に行われた国の有識者会議で JR 東海は、県の基準を満たさないものは対策度として藤島発生土置き場に盛り土した上で二重のシートで封じ込めるという方針を示していました。これに対し県は藤島発生土置き場について盛り土規制条例を理由に認められないという立場を取っています。丹羽社長は、自然由来の重金属を含む土はリニア工事だけでなく道路など県内の他のトンネル工事でも発生していて、特別なものではないと反論しました。